次は何するんだっけ。さて、ここならいいだろう。ルアード？以前手に入れた衆の花を使って過去を具現化する道具を作ったんだ。二人ともよく見ていてくれ。あれがかつての僕。目的を見失い、周りを見ることを忘れ、錬金術の力に飲まれた愚かな怪物。守りたかったはずの友を傷つけ、全てを失った哀れな錬金術師だ。あれが昔のアルトさん。みんなお願いだ。僕が未来に進むために、かつての夢を再び追えるようになるために、一緒にあいつを倒してくれ。うん、もちろん。私も昔のアルトさんなんてコテンパイにしちゃいます。そうですよ、生きていくのに邪魔な過去なんてさっぱり忘れちゃえばいいんです。だからね、アルトさん。ああ、行くぞリディ。いや、面白いと思ってね。まさか、かつての自分がこれほどまでに弱かったとは。錬金術は、願いの力。願いを叶えたいと思う心こそが、力の源。未来を願っていた方が、強いに決まってる。そんなことは分かってたはずなのに。
随分と時間がかかったが、ようやくこれでまた未来に歩き出せる。ありがとう、みんな。元の世界に帰るとしようか。はい。よかったね、アルト。いきなり失礼な。私のどこが変態だというのだ。ああ、しまった。つい昔の記憶が蘇って。昔の記憶？君は一体。よし、ここを乗り切るためには。おお、すみません、私別の国から来ました。変態は私の国の挨拶。ここだとこんにちはですか。急に片言になった気がするが、まあそういうことなら仕方ないのか。仕方ない、仕方ない。じゃあバイバイね、変態のおじさん。おい、最後変態のおじさんと言っただろ。か、何なのだあの少年は。どこかで会ったような気もするが、はて、なんとか乗り切れたかな。やれやれ、どうしてこの都にはこう知り合いばかり。知人に会わないようにここまで遠出したというのに、運命ってのはひねくれもので困ってしまうね。海か。思えば今まで海とはあまり縁がなかったな。あら、そうなの。海はいいわよね、大きくて綺麗で。いつの間に。驚かしてみようと思って。あら、あなた昔どこかで会ったことない？いや、知らないな。誰かと勘違いしてるんじゃないか。弟くんは元気？ん？妹ちゃんかし
気がするわ。まさか姿が変わっても僕のことが分かっている。二人ともとっても甘えん坊さんだったわよね。それは今も変わってないんでしょ。さあほら、私でよければ甘えていいのよ。いや、ダメだ。この魔力に屈してはダメだ。僕は弱い500を超えている大人なんだぞ。それがこんな人前で甘えるだなんて。だが、なんだ、体の震えが止まらない。全ての細胞がこの人に甘えたがっている。ほら、おいで。シスター。ああ、シスター、今まで辛かった、辛かったんだよ。よしよし、いい子いい子、よく頑張ったわね。またずらずらと。今度はどうしたの？今日はね、イルちゃんにプレゼントを渡しに来たんだ。はい、いつもお世話になってるから、その感謝を込めて。何よこれ、空間をいじる道具みたいだけど。さすがイルちゃん、大体当たり。それはね、2点間を自由に移動できるようになる道具だよ。
私のアトリエとあなたのアトリエを自由に移動できるようになる？こんな規格外の道具を作るなんてバカ、あなたは本当にバカ、おバカさんの極みだわ。そんなにバカバカ言わないでよ。私だって必死に考えたんだから。わかってるわよ。ありがとう、フィリス。あなたの気持ちしっかり受け取ったわ。でも、覚えてなさいよ。これがあれば、四六時中あなたのアトリエに乗り込める。もし、いつまで経っても帰ってこないようなら、毎日文句を言いに行ってやるんだから。それはゾッとしないや。これからもよろしくね、イルちゃん。ええ。こちらこそよろしくね、フィリス。スーちゃん、スーちゃん、空気を読んで帰ろっか。そうだね。それじゃあお二人ともお幸せに。これ以上の幸せなんてそうそうないわ。フィリスちゃん、フィリスちゃん、フィリスちゃん、フィリスちゃん。ディアーネさん、また今日は一段とか気合が入ってますね。そうなの、フィリスちゃんが私にプレゼントをくれたの。プレゼント？もしかして前に言ってた感謝の証かな。そう、それなんと手作りのマフラーだったのよ。多分錬金術は使わなかったんでしょうね。ところどころほつれてるんだけど、それがまた愛らしくて嬉しくて、本当にいい贈り物をもらったわ。よかったですね、ディアーネさん。ええ、それで二人にお願いしたいことがあるんだけど。どんなことですか？私も大事な人たちにプレゼントをしようと思ってね。せっかくだし、この都の名産品を贈りたいの。でもいいものばっかりで目移りしちゃって、どれにするか決められなかったのよね。というわけで、二人とも私の代わりに用意してきてくれないかしら。